おはようございます、えー、今日は聖歌の2回目、えー、前回は、えー、聖歌そのものについて、えー、聖歌とは何か、えー、ということを共に学びました、えー、聖歌はキリストに似せられていくということがその本質なんですねではそのために何が必要なのか今日は、えー、そのより実践的なことを中心に見ていきたいと思います 見言葉を見ていくときに私たちの側ですべきこと必ず必要な要素が2つあるということが分かりますその1つは知識霊的成長に関わる箇所の多くに知識という言葉が登場するんですねそしてもう1つは信仰え、まあ、信仰は当然必要だよなと思うかもしれませんが そこに括弧して「信仰的経験」と書きました知識と経験がお互いに強み合って健全な成長は進んでいくんですね知識と経験このどちらもが必要であるとわかるのですではどんな知識どんな信仰経験それが私たちの霊的成長となっていくのでしょうか 今日は特にこの知識、信仰、信仰的経験、この2つを鍵としながら、3段階で学びを進めていきたいと思います。まず1つ目、霊的成長は知識、信仰的経験によって得られる。今申し上げましたように、この両面が必要なんですね。そしてその両面が相互に強め合うことによって、 成長していく2番目「霊的成長に必要な知識と信仰的経験にはどのようなものがあるか」「知識といったらもちろん見言葉と思い浮かべると思います」しかし聖書知識がすっごく豊富で聖書博士みたいになったら「愛喜び平安」が増し加わり「誠実に言うは時勢」が増し加わる とは限らない。知識、もちろん御言葉の知識なんですけれども特にどんな知識が霊的成長に欠かか。せないのでしょうかそして信仰的経験の方は特にどんな信仰的経験が必要なのでしょうか。 そして3番目、これらに基づいて、では、そのような知識と霊的経験を得るために、私たちの側ですべき具体的なことは何か、何に心がけた信仰生活を送ることによって、実際に私がそのように変えられていくことができるんでしょうか。この3段階で進めていきたいと思います。では、まず、1つ目の霊的成長は知識、信仰的経験によって得られる。 これをテキストを開いていただきましてそこに載せられている見言葉から見ていきたいと思いますテキストの1番括弧にそこに3つの見言葉が載せられていますけれども今日はその最初のエペソの4章を見たいと思いますエペソ4章の13から15これは教会の立て上げのところで えー、最も大事な御言葉として紹介された箇所ですけれども、えー、思い出していただきますと、えー、教会の立て上げは大きく2つの要素がありました。1つは、教会全体の一致が増し加わっていくこと、そしてもう1つは、教会の各部分である個々人の兄弟姉妹の霊的成長です。ですから、教会立て上げは、 私自身の成長、兄弟姉妹一人一人の霊的成長、成果を合わせたものとして、そして、教会全体の一致が増し加わっていくということでした。ここに、成果にも欠かせない重要な御言葉があるんですね。4章の13節から15節をお読みします。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、 一人の成熟した大人となってキリストのち満した御けにまで達するのですこうして私たちはもはや子供ではなく人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですえ今日の御言葉のスライドは「 いつものように重要な箇所はこのオレンジ色でハイライトし特にこの「成果されていく」「霊的に成長する」という表現には黄色い字でのハイライトをしてありますこのエペソ4章では「キリストに向かって成長する」「13節にもキリストの満ち満ちな見立にまで」とあります キリストに似せられていく、まあこれが成果の本質であるということがわかると思うんですね。さあ今注目したいのは一行目です。信仰と知識においてとあります。信仰あるいは信仰的経験だけではなく、知識だけではなく、信仰的経験と知識の両面で健全に成長していくということがわかるんですね。 えー、このことを覚えて次にではその知識とは一体どんな知識が必要なのかそして信仰的経験とはどんな信仰的経験が必要なのかそれを見ていきたいと思いますまず知識の方ですけれどももちろん知識は聖書の知識聖書に基づく知識ですしかし ただ単に聖書に詳しくなることが、成、え、果、ー、にそのままつながるというわけではないんですよね。えー、霊的成長、成果に関わる箇所には、知識という言葉が出てくることが多いと申し上げましたけれども、特にキーワードは、ね、神を知る知識という言葉なんですね。 ただ単に聖書博士になることではなく聖書を通して神を知るつまり神を知る知識が必要なんだということなんですね。で神を知るということに関して2つの面があるということがわかるんですね。1つ目はそのままずばり神様ってどういうお方なのか。 神様のご性質やご人格について知るまさに神を知る知識そのものでもう一つは神を知る知識の中でも特に神のご計画について知る知識この神のご計画は時々奥義という表現でも出てきますそのままずばり計画という言葉であったり時には神の御心 あるいは「見心の奥義」という表現で出てくることがありますがこれが私たちが実際に内側から変えられていく成果されていくことに関連してよく出てくるんですね一言で言うならば神を知る知る識が私たちの成果に必要ですそしてその2つの側面をあえてフォーカスするならば神ご自身がどんな性格のどんな性質のお方なのかということと 神ののご計画についての正確な知識この両面なんだということなんですね。えー、それでは、一つ目の、神がどのようなお方であるか、これについて見ていきたいと思います。テキストの方を見ますと、カッコ2番、丸一のところに、神とキリストの人格あるいはご性質を知る知識として、 二つの聖書箇所が挙げられていますこの2つを開いてみたいと思うんですね。まず1つ目は、コロサイの1章9節から10説、そしてもう1つは、第2コリント2章の14節です。コロサイ1章の9節10節をお読みします。こういうわけで、私たちもそのことを聞いた日から、絶えずあなた方のために祈り求めています。 どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の見心についての知識に満たされますようにまた主にふさわしく歩みあらゆる点で主に喜ばれあらゆる良い技のうちに実を結び神を知ることにおいて成長しますようにどれくらい私たちは見言葉の中でもああ神様ってこんなご性質の方だな 神は愛なりという一行を暗記しているのではなくて出来事の中からまた神様が実際に私たちに宣言してくださっている御言葉の中から神様ってこんな方だなって神を知ってきているでしょうか神様のご性質より具体的に言うと神様ってどういうことをすごく喜ばれる方で。 どういうことに関しては、絶対に許さないと怒る方なのか。神様は、えー、あることに関しては意外に寛容。私たち人間、この罪人の分際で、えー、それを許すんですかというようなことを神様が、えー、この惜しみなく許したり、一方で、この私たちが、この罪人の観点から見ても、厳しいんじゃないですか、神様。 そこまで厳しいんですかという私たちとのすごく温度差がありますよね。当たり前ですよね。私たち、私たちこの罪人として持っている感覚と神様の感覚に違いが出てくる部分があります。これを聖書の中でストレートに神はこのようにしましたという文でまとめられている場合とストーリーを通して学ぶ場合とあると思います。この 神様ののご性質につついいいてて知識をつけていくととうことです以前、えー、私がまだ学生だった頃に、あのー、尊敬する先輩のものすごく聖書博士みたいな、えーまあ、先輩の兄弟がいたんですけれども,、えー、もう何か質問すると何章何節からパッ何章何節からパッ。何 えー、答える先輩がいらしたんですよねですごく尊敬し信頼していたのであるその先輩の一言が私にはすごくね衝撃的だったんですね、まあ、交わりをしていた時に、まあ、その時私ちょっとねあるつらい経験をしていたんですねで、まあ、今しんどいんですというようなことを交わりの中で言った時にその先輩がニヤッと笑って吉田君神様はね これだけは絶対ししないいでほとと思うここをするんだだよねこれだけはどうか避けてさせてほしいと思うことを神様は持ってくるんだよねスポーンと入りましたがすか,なんかねそこから私ね「いやこれだけは避けたいあじゃあこれが来るんだ」ってねなんかすごくね悲壮感漂うこの <laughs> これですね えー、もちろん、まあ、その方は励まそうとして言ってくださったのかもしれないですが、えー、私ちょっとねでも聖書をまんべんなく読んでいく中で、えー、私たちがもう本当にこう肉的につかんでいてもう神様からカオスを向けてそこだからもう絶対ダメもう神様が何と言おうが絶対ダメそれを乗り越えないとこの身につかない成長ってあるのでそれをあえてする場合もありますだけど 私が絶対嫌だっていうことを持ってきてねこれだけは避けたいっていうものを持ってくるな,なんかすごく意地の悪い神様ではないですよねまあその方はそういう辛い経験を通してまあすごくこう砕かれて成長した実際そういうことってあります私たちが逃げ続けていると成長できないので神様はあえてそれを持ってくるということを愛のうちになさることはあるでしょうでも常に 私の一番嫌なこと、絶対避けたいことばっかり私の前に持ってくるわけがないですよね。それどころかね、聖書のストーリーを読んでいると私たちは、その中から、こういう知識、神様のご性質についてのこういう知識も得るんじゃないでしょうか。ヒゼキヤ王が、もうあなたの弱いは短いと宣告されるわけです。命は神の領域ですよ。宣告されたんだけれども、この、 なんと、往生際の悪い。やだ、やだ、やだいという子供のようにね、それを撤回して命を延ばしてくださいって神様に泣きつくわけですよ。なんと神様は分かったって寿命を延ばしたんですよ。神様って交渉の余地のある方です。そして私たちがしつこく、往生際悪く、神様に交渉し続けることを 案外乗ってくださる方なんですよね。と同時に、その交渉する内容によっては、一括で拒否します。だから、どういうことに関しては、すごくもうなんか自分がまだ嫌だ、死にたくない、乗せというようなことであってもね、どういう状況下でどんな祈り方をしたら神様は寿命すら、寿命を伸ばすということすら聞いてくださるのか。そうかと思うと、一括で、 ダメとということもありますそのパターンをストーリーの中で学んでいくのです。神様ってこういう方なんだということを学んんででいくんですよね、えーまあ、3番目の「どのようにそれを得たらよいか」という聖書の読み方等のところでちょっとしたことに心がけて読んでいくことによって私たちはそれを より豊かに持つことができるという具体的なお話をしたいと思います。先にちょこっとだけ3番、2番に言っときますけれども、神様のご性質を知る知識が自分は成長させてくださるからといって、毎日のこの通読の時に仮にこう、今日はどこの何章を読むとして、今日の箇所の中から必ず神様のご性質を一つ見つけ出して、それを毎回こう蓄積していこうって、 あまり人工的にやらない方がいいです。その時の私の持っている経験とか神感から、神様ってこういう方だって出すのってね、あまりにも限られてるし、えー、無理やり一つ今日は神様はこういう性質ってやってしまうと、もっともっと深い神様のご性質を見つけ損なうこともあるんですよね。あまりね、人工的にやらなくていいです。それよりも、 もう本当に聖書の字面通りに書かれている通りに聖書のストーリーの中に没入し書かれている言葉を何の偏見も持たずに白紙の心で受け取り続けていくするとある期間が経った時に神様のご性質について知るようになってくるんですよねえ時間はかかるのですえその読み方等についてはまた3番で見たいと思いますがまず 神様がどのような方かを知る知る識とは、神様が何を喜び何に怒るどんな方なのかについての、えー、をたくさん知っていくということですねそしてもう一つ第二コリントの2章がテキストに挙げられていました14節お読みします「しかし神に感謝します神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え私たちを通して キリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。今日の主題は私自身が成果される、キリストに似た性質へと変えられるということなのですが、この成果の結果って、この非常に豊かに現れてくるんですよね。成果が進むと、未信者の間ですら、キリストの取り扱いを受けて変えられたものが放つ香りが、 伝わるという現象が起きるんですね未信者はそれがねキリストの香りだって分かっていないですなんか君優しくなったよねとかなんかわからないけれども御言葉で言うならば愛喜び平安寛容診察全に誠実に言うは自生が形作られた私になってきたときにいやなんかいい香りがこの独特の良さがある で鋭い人はこう言う言んですよね,ねえあなたを見てると何か神様って本当にいる気がするとかね教会に行ってるとそんなふうになるのとかねキリストの香りが周りに放たれている状態なんですね、えー、そんなふうに、えー、なっていきたいと思うんですねそれでは知識のもう一つの面神のご計画を知る知識私たちの霊的成長 のためには、実はこれがすごく重要になってくるんですね。テキストを見ますと、そこにローマ十六章の二十五から二十六が書かれています。その箇所を開いてみたいと思います。ローマ十六章の二十五節、二十六節。私の福音、すなわちイエス・キリストを伝える宣教によって。また、世々にわたって隠されていた奥義の啓示によって。 永遠の神の命令に従い予言者たちの書を通して今や明らかにされすべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた「奥義の啓示によってあなた方を強くすることができる方」長い文ですがそこに最後ハイライトしてあるように「奥義の啓示によってあなた方を強くすることができる方」 新教堂訳ではこのローマ16章の2526節に「この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を掲示するものです」とあります。旧約時代には秘められていたそれがキリストの贖いの技が完成し十字架復活が完成し精霊が下った時に明らかにされた使徒たち預言者たちを通して具体的に掲示された。 神の救いのご計画、神の永遠のご計画、これを知ることによって、私たちは内側から霊的に強められることができるとあるんですね。もう一箇所、えー、同じような主題を持つエペソの一章9節から11節も読みたいと思います。エペソの1章節節から11節 御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御胸に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。全てを 見心による計画のままに行う方の目的に従いあらかじめそのように定められていたのです。神のご計画それは天地創造の前に定められそして旧約時代には小出しに掲示されしかし教会に関わるところは奥義としてずっと秘められそしてキリストの十字架復活精霊が下った後に その全貌が明らかにされたそれは特に週末に関わる神のご計画の掲示ですこのことをよく理解しておくことによって私たちは霊的成長が促進されるんですねテキストの方ではこの「〇二番神の計画」を知る知識の後に 三国に入る日から今を見る視点と書かれています。なぜ神のご計画を知る知識が私たちの霊的成長を促進させるのでしょうか。それは三国に入る日があるということ、現実に来るということ、この身に起こるということをリアルに実感するようになり、それがその日から 今日、今のこの瞬間を見るような視点を私たちの中に養ってくれるからなんですね。もし私たちの当たり前の日々日常の視点の中に常に三国が来る日、主が再臨される日を当たり前のように意識するようになってくると私たちは今この瞬間を生きているその生き方が随分変わったものになります。今試練のただ中にある人も この試練にはきっと脱出の道がある、まああの、それも信仰です。けれども、今目の前にある試練を解決するではなくて、もうすぐ主が来臨される、そして完全に義が支配する御国が到来する、さらに再臨の日に何が起こるでしょうか。すべての表に出なかったこと。 誤解されたままそれを解決する手段もなかったことが全部明るみに出されてそして全てをご存知の主が直接私を慰めて報いを与えてくださるんですねそのことが本当に間もなく起こるってすごくリアルに実感していたら今自分が直面しているその試練の見方が全く違ったものになってくるんですね。 もう御国が来たらそういう試練ってねないんですよ。それによって成長するチャンスはもうないんですね。また全部主が明らかにされるんだったら誤解されたままでもいいじゃないですか。主が全部を白日のもとにさらされるならばこのままでもいいじゃないかと。そういう視点で今私が直面している試練や 答えの出ない問題を見ることができるんですね。主のご計画は今まで寸分たわず実行してきています。旧約聖書は予告の書物。将来神が人として来られる、キリストが来られることについての予告の書物。キリストは二度来ることが旧約の段階から予告されていました。一度目は罪の身代わりに死ぬためのメシアとして。二度目は 王ととししててのメシアとしてこの王なる方の来臨はすべてのそれまでにそのままになっていた不義を解決しますすべてを完全に公正な裁きをもって裁かれますそしてたった一杯の水を与えたことに関するまで一つ残らず主は覚えていて報いてくださるんですねそしてこの計画は寸分たがわず実行されます 必ず起こります。かつての書臨が寸分違がわず予言通りに実行されたように、再臨も寸分違がわず実行されます。そしてその日は近いんですね。主のご計画をよく知り、そして見言葉を読みながら、あ、これ本当に起こる。間もなく起こる。すごくリアルに。そのことを感じ取ることができるようになると、 私たちは今置かれている自分に対する見方がまるで変わったものになってくるのではないでしょうか。以前、宣、え、教、ー、の箇所で、えー、共に考えましたけれども、あのローマ御所にある忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す、この希望は失望に終わることがないという、あの希望って何でしょうか。漠然とした希望ではなくて、 すぐ前の2節にはっきり書かれているように主のの来臨の日に対すする希望ですよねそこで私たちは栄華されるこれは栄光に預かる希望と書かれている通りに再臨がもう来るそしてそれをリアルに具体的にイメージして待っているゆえに 忍耐が練られた品性練られた品性がさらに次の希望を生み出していくというプラスのスパイラルに入るわけですね練られた品性を生み出すんですよこの希望がそれは神のご計画について正確に知りまたそれが本当にリアルに起こるものとしてリアルに感じ取っていることからくる力であるんですねさあそれでは もう一つの信仰的経験、どんな信仰的経験なのか、こちらを見ていきたいと思います。信仰というと、一般に未信者はこの何か宗教的経験全般をイメージするかもしれません。 もうベテランのクリスチャンであるならば信仰的経験といって教会生活とか、えー、クリスチャン的に何かに参加するっていうようなイメージではないと思うんですね。ここで言っている信仰とはまさにあのヘブル11章に書かれているように目に見えないことを見言葉ばにあるので目で見るように確信するそういう信仰のことです。 未来のことなのでまだ見ていないけれども見言葉ばにあるから必ずそうなると確信したりまだ起こっていないまたそう起こる見込みが何もないけれども主がそう約束していらっしゃっているのでそれを先取りするこういった信仰のことですその信仰を見言葉ばから確信し体験から本当にそうなったと裏打ちされていくこと これによって霊的に成長していくんですね。見言葉で得た知識が体験によって本当だったと確認される。逆に自分が経験したことを見言葉によってその本質の部分を確認していく。この相互作用によって知識と経験が相互に強め合うことによって 私たちは霊的にどんどん成長していくという結果が生み出されていくわけですね。えー、ちょっとこのヘブル書の11章よくご存知の聖句と思いますけれどもお読みしたいと思います。ヘブル11章の1節さて信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるものです、えー、もう1箇所第1ペテロの2章もお読みしたいと思います。 1> 第1ペテロ2章の2節生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を主い求めなさいそれによって成長し救いを得るためですあなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいましたこのヘブル書の方で信仰とは目に見えないものを確信するものだその意味での信仰だということが確認できると思います そしてもう一つの第一ペテロの方から見言葉と経験がタイアップしていって成長するんだということがよくわかると思うんですね純粋な霊の父純粋な見言葉の父これは聖書の言葉そのものですよね学びも幸いです YouTube で分かりやすいメッセージを聞くことも益になりますが純粋な聖書そのものを 私たちが舐めるように繰り返し読んでいくことを超えるものはないですその純粋な聖書から来る知識と主が慈しみ深い方であることを味わう経験するこれがタイアップしていくことを通して成長するんですよねこの成長し救いを得るためここでいう救いとは成果のことです え前回にもちょこっと触れましたけれども「救い」という言葉が「疑人のあの瞬間だけを指す言葉としてちょっとキリスト教用語まあ特にプロテスタントの中でも福音的な教会の中でえその命が入れ替わるその瞬間だけを指して「救い」という特化した使われ方をするようになってしまったので誤解が生じやすいんですけれどもこの書簡の中で「救い」という言葉は「疑人から始まって「栄歌までを ワンパッケージで語ることがほとんどすべてです。ここでは、成果のことを語っています。まあ、これは今日のテーマではないので、また別な、それをテーマにした学びがありますので、そちらを確認していただきたいと思うんですね。まあ、いずれにしましても、見言葉と体験、それが合わさって成長していくのだということが分かると思います。さらに、テキストの方を開いていただきますと、 丸三番に知識における成長の結果は信仰の成長となって現れるとして第2テサロニケの一章三節が挙げられていますこちらも見たいと思います第2テサロニケ一章の三節兄弟たちあなた方について私たちはいつも神に感謝しなければなりませんそれは当然のことですあなた方の信仰が大いに成長しあなた方 すてのの間で一人一人の互いに対する愛が増し加わっているからです知識によって信仰が成長し信仰が成長することによって愛が増し加わっていくということが書かれているんですね。先ほどのこの第二コリントの「キリストの香りを放つ」のように。 私たちはこの霊的成長していくときに自分自身がもちろんそうなりたい成長ですけれども結果として自分の自然体なもう本当にありのままに振る舞っている振る舞いの中に愛が増し加わっていく内側から作り変えられていくという実が実ってくるということを見ることができるわけですね。まとめますと霊的成長に必要な知識と信仰的経験 それぞれ知識の方は神を知る知識神のご性質そして神のご計画を知る知識それが必要なのだそして信仰的経験に関しては目に見えないが見言葉にそう書いてあるのでそれを信じる本当にそうだという体験この2つが私たちを霊的に成長させていくのだということが分かったということですねでは そのような知識や霊的経験を得ていくためには、私たちの側でどんなことを心がけたらよいのか、具体的になすべきこととして、三つ挙げたいと思います。一つ目、聖書全体に親しむ。二つ目、首都の生きた交わりを持った生活を心がける。そして三番目、教会の立て上げに真剣に関わる。順に見ていきたいと思います。 えまず1つ目聖書全体に親しむ、まあ、これは、まあ、今までお話ししてきましたように、えー、知識聖書の知識ですから、まあ、当たり前と思うのですけれども特に私の中に実際的な変化霊的成長キリストに似せられた、えー、私が形作られるためには特にどんな聖書通読を心がけたらよいのかそのヒントを見たいと思います。 えー、テキストの大きい二番の括弧一、御言葉を通して。というところに、使徒の二十章三十二節が書かれています。これを読みします。今、私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ。聖なるものとされたすべての人々とともに、あなた方に御国を受け継がせることができるのです。まあ、パウロはエペソの。 教会の責任者たちともう多分もうこの日で地上ではお別れだろうと思ってこの別れのメッセージを伝えているわけですねでその時に私がもう直接あなたたちと会って学びをしたり訓練をしたりすることはできないしかし御言言葉葉にああななたた方方をを委ねるるから御言葉があなた方を成長させることがでできるるんんだとと言ってるんですねところでここでパウロの念頭にある「御言葉とはどんな御言葉でしょうか この時に存在していた聖書は旧約聖書です。パウロの書いたものもやがて新約聖書、聖書となっていきますけれども少なくともこの時点でエペソの教会の長老たちが持っていた聖書は旧約聖書です。旧約聖書だけでもあなた方を霊的に成長させることができる皆さん、旧約聖書必要ですよ。やっぱり聖書は 創世紀から目白く、まんべんなく必要なんですね。まあ、では私たちは、どのようにこの御言葉を通読していけばよいのか。テキストには、通読とディボーションが欠かせない。そのやり方については、前の B の章の B の5番括弧を見よ ということで、まあそこでより詳しいお話をしていますので、まあ、前のところを参照していただきたいと思うんですけども、今日は特に霊的成長を得るために心がけるこの御言葉の通読の仕方としてコツを二つだけ挙げておきたいと思います。一つは何十年の信仰を持ったベテランのクリスチャンでも毎回初めてその箇所、その章を読むかのように。 新鮮な偏見なしに読んでいくということなんですね、まあ、今までお話してきたように「神は愛なり」というフレーズで「神は愛だ」っていう本当に知識言葉としての知識は入りますよねどんなふうに愛なのか神を愛なりだけだと私の知っている愛イメージで神様に投影するでも旧約聖書を含めて「 ストーリーの中で神様はこんな場面で誰に対してどう振る舞ったのかどんな言葉をかけられたのかそれが実際の現場の中での神の愛の表れなんですよねよく旧約聖書の神は厳しい裁く神で新約聖書は愛の許す神って言われますよね私ね全然ピンとこないんですね クリスチャン長年やってるけれども旧約を読んだらもう厳しい裁く神で新約は優しい許す神って読める方は多分その言葉がピシャッと頭に入ってるのでそういう眼鏡で旧約や新約を読むからじゃないでしょうか心を白紙にして何回目にその箇所を読むとしても全く初めてその箇所を開くかのように聖書全体を読む時に 旧約聖書の神様って愛の神様ですよね。レビキの生贄の箇所でもそこに浮かび上がってくるのは愛の神様じゃないでしょうか。新約聖書の中でも一部の妥協もせずにきっちり裁く神様。神は常に愛であり義である。 またイザヤ書は66章あって前半が39後半も2のでちょうど旧約と新約の、えー、書物の数と章の数が一緒になっていてちょうど前イザヤ書の前半は、えー、なんか裁き中心の神様で後半は恵み深い神様まあ覚えやすくていいんですけれどもそれを聞いちゃってからイザヤ書を読むとそういうふうになんか読めてくるんですよね。この「聖書」をまんべんなく読むときに心がけたいこととして。 毎回初めてその箇所その章を読むかのように新鮮な偏見なしに読んでいくそうやって創世紀から目視録を読んでいくその中で何十回目に読んだ時でもこうフレッシュな、えー、こう感じるものがあるんじゃないでしょうかそれが純粋な御言葉の父ですその中で純粋なデータとして神様がどういう時に何をしたまたストレートな新約聖書はこの比較的ストレートに それがこう全部が一体のものとなって御言葉に限りなく近い神様イメージが自分の中に形作られていくそれと同時に普段の信仰生活を送っていく時にそれが自分の体験とタイアップして自分の中にしっかりした本当の神様イメージが形作られていくことができると思うんですよね。 2、えー、つ目に心がけることは主とのの交わりの中でで言葉を読んいいくということですこれは以前の「通読」と「ディボーション」のところでお話ししましたけれどもディボーションとは聖書を通読をしたらディボーションじゃないんですね、えー、ディボーションとは主との生きた人格的交わりを持つことですその時間です見た目は同じように聖書を開いて読んでいるんだけれども、まあえてイメージ化するならば イエス様と向き合って座って、同じ箇所をイエス様に語りかけたりしながらこう読んでいく。ああ、今日はルカの15章ですね。法当息子のところですね、イエス様。みたいな形で、えー、この主と交わりながら聖書を読んでいく。ここわかんないなと思ったら、 辞、えー、辞書辞書,辞書、まああのーね、用語とか数字だったらまずはこう、えー、辞書で基礎データを得るわけですけれども、えー、このなんか文章がずっと分かんないなと思った時にはい仲介書ではなくてまずイエス様これか分かんないんですけど私の日本語力でしょうかね <laughs> こういうふうに読めるんだけれどもとかあの箇所とちょっとなんか違うように思うんですけれどで自分の中でひ出てくる思いを 向かい合って座ってるイエス様に語りかけながら主と人格的交わりをしながら読んでいくこの時間がディボーションになるんですよね単なる聖書研究文字の分析ではなくて主との生きた交わりの中で通読していくということですしかし現実的に私たち持ち時間も一人一人違いますそして 活字を読むことが全く苦にならない方からもう活字が苦手で苦手でという方までいろいろいらっしゃると思います。まあ、そこであの結論から言うと創世記から黙示録を満遍なく読むことが本当に健全な霊的成長には必要だしそれが非常に有益なのですけれどもものすごく活字苦手ですという方もいらっしゃるのでそのような方は まず「新約聖書」と、えー、いう形でもいいと思いますが、あのー、好きな書物だけをひたすら繰り返すずーっと詩篇だけ通読していますとか信玄がちょうど30章あるので日割りで一年中信玄を12回繰り返して読んでますとかあのローマ書だけ読んでますとか特定の好きな箇所だけを読むのではなくて べ遍なく読んでいくことがべ遍なく神様のご性質を知っていくために必要なことなんですね。えーまあ、そのことをちょっと心がけながら読んでいかれたらいいと思うんですね、えー。それでは次に、首都の生きた交わりを持った生活。今、聖書を読む時にも首都の交わりの中で読んでいくということを申し上げました。えー、同じように 私たちの日常生活も常に主を意識しながら主と常に目に見えないけども隣にいらっしゃる方として交わりながら生きていくこのことが非常に霊的成長に力を発揮してくる必要なことなんですよね。テキストの方では括弧2番に「主に向くことを通して」として第二コリントの3章と詩編の16編が書かれています。 この2箇所はどちらも第3版の表現で書かせていただきました、まあ、2017の,あの訳でも本当に同じことを学ぶことができるんですけれどもそしてまあ今までいろんな学びでお話ししてますように今回の2017の翻訳はギリシャ語あるいはヘブライ語を訳すという意味ではもう間違いなく高いクオリティの翻訳ですだからもう本当に2017を もうメインの通読の聖書として使っていって、本当に幸いな、こんなにクリスチャン人口の少ない日本でこれだけのクオリティの聖書が手に入るっていうのはもう素晴らしいことと思うんですけれども、えー、箇所によっては第3版、前の古い訳の方がピンとくるところもあります。でこの2箇所もあの純粋に翻訳という意味では、えー、2017非常に優れた翻訳なんですけれども、 第2コリント四16点どちらも第3版の方がすごくイメージしやすい上に第3版の方がねよりギリシャ語直訳に近いんですねだからこの2箇所に関してはこっちでテキストの方もかっこ第3版という形でこちらを選んで載せてありますまず第2コリントの方では人が主に向くならそして 詩編16編では「私はいつも私の前に主を置いた」えー、これが心がけるべきことなんですねまず第二コリント3章の方を見てみたいと思いますまず2017の翻訳で16節しかし人が主に立ち返るならいつでもその老いは除かれます」これはねあのこの箇所って聖書解釈 この学者の間では何通りかの解釈があり意見も分かれすごく興味深い箇所なんですね、えー、まあ2017を見た時にこう来たかと思ったんですけれどもえこれは散版までは主に向くならだったんですけれども主に立ち返るもちろん翻訳としてはどちらも単語の意味としてあの同じようにありなんですけれどもえ立ち返る戒心という まあ、この箇所の一つの解釈なんですけれども、まあ、これに限定して、人が、まあ、イエス様の方に改心して戻るということに断定して訳してきた、まあ、これは多分ですね、翻訳者にあったわけではないのでわからないですけれども、その下にある、えー、御霊の方を向くということから、いろいろちょっとこう過激なグループから守るとかのという、もう神学者的な配慮もきっとあるだろうなという感じを私は受けますけれども、えー、ただですね、 ここを何通りかある中の「改心する」という解釈に限定して日本語の翻訳を選んだのは、えー、私としては直訳で訳しておいてほしかったなと思うところであります。ちょっとだけこの翻訳のことがあるので触れておきますとこの箇所はもしほぼ直訳で訳すとこんな感じです。しかし人が主に向く時はいつでもその多いは除かれます。 この立ち返るか、主に向く、単純に向くだけなのか、えー、単純に向くだけにしといてほしかったなというところが正直あるんですけれども、一方で、2017はいつでもという三番までになかった言葉が付け加えました、これ、単語が1個増えたわけではなくて、ニュアンスなんですよね。 なんかそのいつでもというところをちゃんと訳出したということであるんですね、まあ、直訳すると今表示している人が主に向くときはいつでもという言葉ですで私はこの方が翻訳としてもいいまた一つの解釈に限定してしまうので一般的にしておいてほしかったという、まあ、その両面があるんですけれどもあの解釈翻訳でもこっちの方がいいと思うのは実はこれ「出エジプト三34章の34節」をそのまんまの文を持ってきて「 主語を入れ替えててパウロが使っている、えー、もう明らかにこれはね34章34節を念頭に語ってるんですもうそもそもこの文脈自体がモーセが首都の会見の天幕に入っていて首都顔と顔合わせて交わったで栄光を放っているので民の前に出てきた時にはおいをかけるというそこを引用して語ってますよね。 あの出エジプト記の34章のあの出来事の中の34節の今そこに表示してますけれども、えー、特にそのまま引用に近い形で使った七十二約ギリシャ語の旧約聖書で見ると34節はしかしモーセは主と語るために主の前に行く時はいつでもそのおいを外したというこの文そのまんまなんですね。語順までで文のの構造全く同じですだからある聖書翻訳者はここれを引用としてこの カギカッコをつけて、もう引用文という形に訳している不正書翻訳もあるぐらいです。モーセは何をしたんでしょうかモーセは、会見の天幕に入って、主と顔と顔を合わせて交わるときはいつでも大いを外していた。今そこに表示しているのは深海訳ではなくて、私が七十人役のギリシャ語から、できるだけ直訳に近く訳したものです。 しかしモーセは主と語るために主の前に行く時はいつでもその覆いを外した上の日本語と見て比べても同じだっていうことが分かりますよねこれギリシャ語で見たら使ってる単語文の構造全く同じです引用と考える人がいるぐらいですただしモーセはという主語が第二コリントの方でパウロが使っているときには彼がとなってるんですね、まあ、ここは人がという形で一般化していますが えーまあ愛というならばこれ主語も同時に取り込まれた形ですけれども、えー、彼と訳すすのが普通ですただしここで「彼」と訳すと「モーセ」がという意味になりますのでこれはあのモーセの出来事を使って,一般,に語って一般論として語っているので「人が」「兄弟姉妹」「お一人お一人あなたもあなたもあなたも」「主に向く時にはいつでも」。ちょうどモーセが 会見の天幕の中に入って、主と顔と交わせたときには、いつでも大いを取っていた。同じように人が、兄弟姉妹があなたが、あなたが、あなたが、主と顔と顔を合わせて交わるときには大いが取れているという。こういうことなんですよね。えー、言わんとしていることは、私たちは主と顔と顔を合わせる。そのことが結果として、 17節18節にあるように「主と同じ形に姿を変えられていく成果という結果をもたらすんだと教えられているということなんですちなみに17節に「主は御霊です」とありますこれは新鏡動薬では、えー、ここで言う「主とは御霊のことですこれ定冠詞がついているのですぐ前のこの「主を指してさっき言った「主っていうのは「御霊ですよ」ということを言ってるんですよね もしかすると2017の役者はここからちょっと過激なその距離とかに行かないようにっていうセーフガードをつけたのかなと勝手にがんぐっていますけれどもあのむしろですねこう理解しておくといいんですねこの主すぐ前の16節で言ってる主は御霊ですこれねこういうことです。私たちが主の方に向くことを心がけて生活しますよね。ディボーションの時にも主と向き合って交わりながら聖書を読んでいく。 私たちが意識すべきはイエス様です。我らの主イエス様と交わっているのですが、これが御霊と交わり、御霊に導かれている状態なんだということなんですね。御霊はイエスの霊です。私たちが意識すべきは、主イエス様と交わる。そのような交わりの中に生きている私たちを、 私のうちに内住している精霊が育てていってくださるんですね。だから我らの意識としては常にイエス様と一緒にここを意識するということですね。日常の生活をしながらどうでしょうかこの、ね、記録的な猛暑の中で「つえをなんどこまで熱くするんだよ」って今誰に言いました神様に いや神様にのそんなこと言うわけじゃないザーッと降ってきてこのタイミングで雨かよってえ雨降らせたの誰でしょうか神様にかそうではなくてこの隣を歩いていらっしゃるイエス様に「詩は暑いです」って語りかけると次の自分の反応も違うんじゃないでしょうかザーッと降ってきた時に「うわー大変だめだイエス様どうしましょう」って主イエス様と常に二人三脚 このように心がけて生きていると、今朝通読した見事がピッとひらめいたり、最近学んだ聖書の言葉がその経験とドッキングしたり、こうやって形作られていくんですよね。えー、紙の16編でダビデはこう言っていました。私はいいつも主を前にしていますこれも前の役で、私の前に主を置いた。これね、こっちが直訳なんです。 でも、もダビデといえど人がね、主を取ってきて置いたって、神を置いたって、この表現はないだろうと。まあ、いうことで、えー、もうこれは相当練ったと思いますが、主を前にしてはすっごい役だと思います。いやこれはもうヘブライ語的にも日本語的にも、えー、一流の役と思います、2017。でも、私たちがイメージしやすいには、 私は主、主を私の前に置いた。我らは意識して常に目の前に主がいるようにして生きていく。このダビデの言葉の直訳のように、どんな状況でも主を目の前に置いた。あるいは常に主が傍らにいることを意識して生きていく。それを心がけていく。これが霊的成長に必要な私たちの心がけであるということですね。最後のポイントです。 教会の立て上げに真剣に関わるテキストではエペソの4章16節が書かれていましたエペソの4章16節キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされそれぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになりますここの具体的なことは 教会建設のところで詳ししく学びました私たちは集会の一人一人の兄弟姉妹の名を挙げて毎日最低一人でも取りなしで祈っているでしょうか本当に一人一人の兄弟姉妹を愛そうとその成長を願おうとしている時にそれが自分自身の霊的成長を促進させてくださるんですね信玄、えー、の27章にこういう言葉があります鉄鉄は鉄によって尖れ 人はその友によって尖れる。私たちは頭の中でどんなに愛の教離を学んでも生身の人間同士でぶつかり合うことを通して初めて愛を行うってどういうことか知るんですよね。許された体験そして自分が許す側となって許した体験その一つの体験がどんなにエネルギーを 要することでしょうかその時に神が私を許したってどういうことかをちょっぴり体験的に学ぶんですね、えー、テキストはあと一番最後に、えー、試練についてというところが残っています実は多くの兄弟姉妹にとって、えー、試練を通して大きく成長するという経験をされているんではないでしょうかあくまでも原則は知識と信仰体験によってですしかし 試練を主はお持ちになります次回はこの試練これだけにスポットを当てて詳しく見ていきたいと思っていますそれでは最後に一言祈って終わりたいと思います